どこじゃ。わしはなぜこんなところにおるんじゃ。ん？なんじゃと、まさか。やはり我が愛読書ピチピチ。何が何やらわからんが、あのバニーちゃんならここがどこかもお耳に挟。よし、そうと決まれば突撃あるのみじゃ。おいバニーちゃん、すぐに行くから。何が起こったんじゃ？そんな、いや、しかし、見ま…見やっ…ん？この姿は、わしがイグノアにいた…わけがわ…私についていらし…ごきげんよう、お父様。お前たちは若き日のエレノアとアーウィン、なぜここに。エレノア王女殿下の護衛隊長アーウィン、恐れを本日こうして参りましたのは、老様に大切なお話があってのこと。
なんじゃ話とは。実は、実はこの私と王女殿下の婚約をお認めいただきたいのです。アーウィン、一介の兵士に過ぎぬ私には不相応な願い、それは承知しております。王女殿下のため鍛え上げたこの剣、そして揺るぎなきこの思いの強さは世に並び立つものなしと。ですから老様、今後は護衛隊長ではなく夫として生涯王女殿下を守り抜くことをお許しいただけないでしょうか。どんな困難があろうとも王女殿下を守り抜いてみせます。ですからこの通り。断る理由なぞありゃせんわい。わしは知っておるぞ。お主はエレノアの藩。あ、お父様。アーウィンよ、我が娘をよろしく頼んだぞ。はい、ありがとうございます、老様。ありがとうございます。なんとおめでたい。おめでとうございます。なんと素晴らしい。アーウィン様。私はさっきの場懐かしかったでしょ。次も。Thank you.
アーウィン様、ロー様。そうか。アーウィン様、ロー様、本当に可愛い。うん。あなた。よくやったな。おーおー、この早速だが、この子に名前をつけないといけないの。トンヌラというのはどうだろうか。あ、素敵な名前。でもね、私も考え、こういうのはど、どうもパッとしない名だな。しかし君が気に入っているならその名前にしよう。命の大事より授かった我らの、今日からお前の名はニーキシン。まあ、音そさあ、お父様も抱いて。よしよしよし、わしはお前、おお、よしよしよし、メロメロメロベーッて、メロメロメロベーッて。お楽しみいただ、バニーちゃん、どういうことなのじゃ。なんじゃこれは。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。おお、なんと、お前はもしや孫の。お父様。驚いた？おじいちゃんをびっくりさせるためにみんな内緒で準備してた。おめでとうございます、ロー様。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは。お父様、おめでとう。これからもうんと長い。ハーウィン、エレノア。ロー様、おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのはあなた様のたゆまぬ努力のおかげです。その努力を無駄にすることのなきよう。頼もしき。やあ、ロー様、おめでとうさん。これからも掘り出し物のムググボンを。愛しき我がユーノアの民。おじいちゃん泣いてるの？違うんじゃ。
を見てきたよ。ユグノアが滅ぼされることなく、エレノアもこの場所もここにいる皆もおそらく現実ではないのじゃろう。じゃ、これおじいちゃんも。よかったね。なんと幸せで、はん。おお、これこれな。そうじゃ、あの日わしらは戦いに敗れ、そして一人目を覚ましたわしは仲間たちの無事を祈りつつ魔王と、そう、我が師である二魔大使に修行をつけてもらうために。どうしたの？すまんの、おじいちゃんに。おじいちゃん、どこ？ああ、行かねばならぬ。でも、お前さんは強い子じゃ。分かったわ、王様。そこまでの決意ならもう止めはし。思い出したんじゃよ。今わしに必要なのは甘い夢の世界ではなく魔王だから、わしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠二魔大使のもとで修行を受けな。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで撮ったっていうのに、どうやらよっ。ん？なんとその姿は、バニーちゃんがわ、はあ、ここは夜べなくさまよう哀れな冥府へようこそ。久しいな、ロー。こんなところまで修行を受けに来るなんて、我が弟子。大使様。幸せとは、時に己の歩みを引き止める
何より手強い枷となる。ではあの光景はやはり。そう、全部あたいが用意したものさ。しっかり乗り越えてくれて、まずは一安心。おお、それではわしに修行をつけてくだ。なに早とちりしてるんだ。あれだけで終わりってんじゃあんたも物足りないだろう。え、今のあんたに修行を受ける資格があるか、毎日の稽古をサボってなかったかは懐かしのこれで。ん？それは太子様の殿下の宝刀お尻叩き棒、しかも二刀流ですと。ならばわしも死力。ふぅ、それじゃ始めようかね。油断大敵じゃ。全力で来なきゃ怪我するよ。あんたの力、そんなもんかい？ドルクマ！それ、ドルクマ！そこじゃ！マヌーサ！おりゃたまらん。くらえ、ビオラ、パワー全開。あたいの本気見せてやるよ。さーて、まだまだ行くよ。
魔法の壁よ。 今こそ癒しの雨を。 稽古はサボってなかったようだね。けど、しかし覚悟は見せてもらったよ。あの魔王に挑もうって。今のあんたなら奥義を習得できる。大佐は、では今度こそ。ああ、お望み通り修行をつけてやるよ。ただしあんたがこの冥府にいる間、あんたの肉体は どんどん消耗していく。だから本来何年もかかるような修行をごく短い時間で叩き込むことになるよ。地獄を見る準備はできてるかい？もちろんです。この牢、太子様とご一緒。よし、いい。しかし、太子様のバニー姿にはすっかりあの完成度。 まるで本物のピチ。ま、あたいも若い頃はいろいろとね。それはどうい？そんなことよりちゃっちゃと修行を始めるよ。まずは腕立て一万。一万回。今日いい。